はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員忽那亮司でございます。昨日 YouTube に上げたですね、毎年毎年大賓縮、広島原爆追悼式に押しかけ騒ぐ左翼ども、日本人の安全と安心のため核武装を推進という動画はですね、謎の YouTube ガイドライン違反とされ、8月13日まで動画投稿ができなくなりました。1週間バンということでね、ですのでその期間はですね、お手数ですがニコニコ動画まで、ニコニコ動画にも同じの上げてますんで、そちらの方でご視聴ください。よろしくお願いいたします。1週間の分の動画はですね、14日に、まとめてアップしますので、決してサボるわけではございません。よろしくお願いいたします。立憲民主党政調会長の小川淳也さん、この人ですね、自分の選挙区の維新の候補の親の家に押しかけて2時間喋りまくって立候補取りやめろみたいなことを言ってたらしい人ですね。日曜報道っていうテレビ番組に出演しまして、統一教会って私学生の頃から例えば原理研とかいろいろ名称を変えたり、これカルトの特徴なんですけど、正体を隠すわけです名称変更っていうのはその最たるものですかと言ってしまう、カルトの常套手段と、まあ名称変更はね、これ一部のですね、名前コロコロ変える、外国人のことも揶揄してませんか。ネットの反応です。おまちょお前らや経験者が語る、なるほど知ってた、あと分裂したりな、なんという説得力、そうでしたっけ、うふふふふ、ギャグとしてはかなり高レベル。民主党、民進党、立憲民主党ときて、さらに国民民主党が分裂出ていいわっつって出てきましたよね。共産党からですね、中核派と核丸派が分離したように、昭和左翼が次々と反目し分裂していった歴史は繰り返すと。この人ら元からなんか信念があって集まったわけじゃないし、どいつもこいつも俺がっていうやつなんで、俺が正しい、俺の言うこと聞けっていう連中が左翼の正体。よく聞くと、まあ人権だの平等だの、きれい事は多々言うんですけど、男女平等だのね、よくよく聞くと、突き詰めて聞いてると結局は俺が正しい、俺の言うことを聞けということしか言ってませんのでね。小川、名称変更はカルトの常套手段。赤旗記事でですね、いかがわしい団体は平和を隠れみのにって書いちゃったのを思い出しました。両者ともですね、記憶喪失を装った渾身の自虐ネタで突っ込み待ちなのかな、それとも本当に記憶喪失になっちゃってんのかなっていう。100年間名称変更していないですね、日本共産党だけが言えるセリフですね。で、自民党も途中でですね、自由党と民主党っていうのが合わさって自由民主党に名前変えたらしいんで、全然100年間変えてない共産党しかこれは言ってはいけない、カルトが名前変えるのは常套手段なんては言っていけない、言ったら言ったで、まあ共産党の場合は別なツッコミ入るでしょうけどね。党三役の政調会長がこのレベルで安心しました。次の選挙もボロ負け確定ですね。あと焼肉屋に放置した、代弁の説明もしないとね。なんか引っ越し業者で間に合わなくて、仕事で行った庭にしちゃって謝ってた事件ありましたけども、謝るだけ認めるだけ立憲民主党よりはなんぼがましだと思います。自分で片付けてったらしいしね。原爆追悼式が毎年左翼が騒ぐ集会になっていることを産経が報道しておりました。拡声器デモで安倍氏罵倒、静かな鎮魂、今年もかなわず、なんつうですね。まあ、記事を要約しますと、まあ、現地にちゃんと取材に行ったらしくてですね、集合した左翼は約200年程度だった、
安倍は殺されて当然だ、安倍の国葬反対、岸田弾劾、岸田は帰れなどと叫んでいた。そうであります。安倍は殺されて当然だって個人に対してなんてこと言うんだろうね。民族派が、まあ、右派ですか、拡声器で左翼に向かって、8月6日は過激派の晴れの日ではないなどと叫び、現場は騒然。晴れの日みんなそう思ってますよね。あいつらウキウキしやがってるんですよね。式に参加した女性広島市民29歳、あまりに攻撃的、鎮魂の日が貶められた。これどっちに向かって言ってるのかわかんないですけど、ギャーギャー言ってるのは左翼の方が多かったんで、まあどっちもどっちなんだろうな。埼玉県北から来た左翼男57歳、わざわざ埼玉県から何万円もかけて、祈るだけでは平和は訪れない、騒ぎは正当と持論を述べた。広島市民の会会長の石川さん66歳、今のままでは祈りの朝が冒涜され続ける、行政に毅然とした対応を求めたい。これ安倍総理の頃から目立ってきたことで、ひょっとしたらもう何十年も大騒ぎなってたかもしんない事案なんですけれども、他にもですね、安倍国葬反対、自衛隊反対、 G7 は戦争会議なので反対、天皇制粉砕なども叫んでたみたいであります。全然広島の原爆に関係ないことなんですけどね。文系じゃねえなこいつら。これ天皇制っていうのは左翼用語であります。天皇制なんていう制度はどこにも存在いたしません。じゃあなんで左翼どもが天皇制とか言うのかっていうと、制度ならば、本当は制度じゃないんだけど、制度ならば廃止することができるから。この一点ですね。まあ文系じゃないんですよねこいつらはね。ネットの反応です。よくこんなことできるな、安倍側は迷惑行為やめろ、地元住民に迷惑なのに、集まったの高齢者ばっかだな、逆効果っていつになったら気がつくんだろう、広島市民だがこいつらは大嫌いですよ、テロ組織じゃないのか逮捕してください、害してしかないんだから強制的に排除したら、拡声器使って個人を誹謗中傷するような連中、そもそも集会許可すんねん、警察がバカなんだよ、明らかに特定思想の連中の表現の自由のせいで市民生活が脅かされていると。表現の自由、自分らのは表現の自由で俺らのはヘイトスピーチってわめぐんだから、どうしようもないですよね。本当に聞く耳持ちゃしねえ、話し合いでなんていつも言ってるくせに聞く耳持ちゃしねえ、まあ聞かせる言葉もないんですけどねあいつらにね。分別があったら、まあ左翼やってないでしょうね。学生運動の狂乱から目が覚めなかった幼児、児童、子供が年だけ取っちゃってね、哀れ。大部分は誰に言われたでもなく、俺なんてバカなことしてたんだろうって目が覚めて真面目になったそうであります。戻れず残ったのは1割以下、その世代の人から聞いたことがあります。この広島行きの費用捻出のために一生懸命ね、広島県内のお祭りの仕切りやってた共産党の市議知ってます。共産党の埼玉県のとある市の市議会議員が、この費用を捻出するためになんか1年間一生懸命ちまちま猛言ですよ、日曜とかに公園や広場で障害者施設の手作り品とかテント張って売るあれ、そういうのがまあ20とか30とか店が出て、まあ、障害者施設だけじゃないですけれどもね、出店料1000円とか、をですね、まあ、2、30の店から取ってですね、使用料ということで、ちまちまと儲けてで、それ貯めて広島の晴れ舞台の行く費用に済んだって。運賃とか場合によっては泊まるとこね。今年は何人
で、何万円の予算で何人行かせることができましたみたいな報告書もありまして、でね、その共産党市議70歳ぐらいだったんですけれども、男性、体壊さないと広島行きは引退できない、後継者いないからなんですって、嬉しそうに言ってました。後継者、自分の代わりがいないことに危機感を覚えるのがまともな人ですけれども、なんつっても俺がっていう左翼ですから、田原総一郎とか関口博士とかも全然後継者育てるって考えねえもんね。いつまでも頑張っちゃっててさ、まあね、居場所があるって嬉しいことなんでしょうね。自分が必要とされているっていう実感が得られて感じられて、この70歳の共産党市議会議員にとっては非常に嬉しいことなんでしょうね。もはや生きがいと言ってもいいのかな。そんなにね、周囲に求められていないでしょ、あなたは。で、広島行ってやってる活動がこれこのように大伸縮大貧縮買ってんだからね、まあ、迷惑なだけで何の意味もないんですよね。かえって嫌われるだけ。この市議会議員は自分が必要とされていることを感じたくて一生懸命やってんのかもしれないですけど、安倍総理の国葬9月27日武道館でも暴れそうですね。周りで集まって、まあ国葬反対とか言って、国葬もうすでにやっているにもかかわらず、岸田退陣とか救助を守れとか関係ないことわわわわやるんでしょうか。まあ広島で200人って話ですから、東京だとね1000人ぐらいはひょっとしたら集まるかもしれないな。左翼の晴れ舞台最後のではないんですけれども、まあまあ彼らも皆さんお年ですんで、来年ね同じように活動できっても限らないんで、もうあれだろうね、必死でもうこれが最後かもしれないということで必死で集まんだろうな。右派活動家の皆さん、民族派と呼ばれる皆さん、カウンターに行かないでください。武道館に、帰って盛り上がっちゃうからね。バカと殴り合ってると見物にはどっちがバカかわからないっていう理論ありますね。ボカスかボカスか。日本改革党支部長はツイッターで左翼と言い合いしないでください。旗から見てるとどっちがバカかわかりません。全くの時間の無駄だし、こちらがバカと思われても困ります。党の評判落とさないでください。よろしくお願いします。夏は忙しい左翼活動家、8月6日は広島で式典妨害、9日は長崎に行って式典妨害、15日は靖国通りをデモ行進とはしごしないといけない。だいたい8月15日で終わってですね、風やれやれっつって、ちょっとした休みが入るんですけれども、あとはね2月の竹島の日とか、都内活動家は警視庁の一課警備部一課が追っかけなくてはいけないから忙しいっすね。今年の公安一課はね、右翼右派は、まあ、公安参加が担当してんですけれども、核武装すべきに対するネットの意見、昨日原爆の日でしたからね、落とされた方が比較誓ってもね、被爆77年目だから真面目に考えてほしい。なぜ持たないかが不思議。北朝鮮でも持ってたのに。安倍さんは水面下で核共有を話し合っていた。核攻撃されたくなければ核を持つべき。唯一の被爆国として核武装する理由と権利がある。全くその通り。二度と過ちは繰り返しませんというなら、二度と核攻撃されない手段を真剣に講じるべき。子孫のために板橋区程度の経済規模しかない北朝鮮でも自前で開発製造できたんだしね。あれロシアの技術者が手伝ったという噂ありますけれども、まあ噂でね、簡単な構造のもんなら都内の町工場でも作れそうですね。なんかね、80年前のアメリカが作れたんだから。水素爆弾とかじゃなくて
シンプルなプルトニウムの原爆っていうならひょっとしたらあの隣の町工場でも作れちゃうかもしれない。左翼唯一の被爆国だから核のことは話し合っても考えてもいけない、これで納得できてんのが謎なんですよね。おかしいって思わねえのかな。思考停止してですね、脳みそ休めて自分で考えないっていう楽ができれば何でもいいのかもしれないですけれどもね。で、このあの広島に集結する左翼が完全に世間から乖離しているという証拠、台湾に有事が起きたら軍事面も含め日本は積極的に関与すべきか、これもあの日曜報道で番組中に取ったアンケートらしいんですけれども、イエス 70%、ノー 17%、つまり台湾が攻められたら日本は軍事的にも助けるべきか、イエスが7割ってことで、まあまあのテレビ見ながらのアンケートですと、ネットでのアンケートみたいにですね、アカウント10個も20個も作って水増し工作とかできないから、まあまあこれ正確な数字なんだと思います。そういえばですね、左翼政党の支持率合計っていつも10から 14% ぐらいでしたよね。17% これは多いんですけど、テレビ見てるような層は左翼が多くて、左翼に洗脳されてしまって、若干増えてるじゃないか。本当は 14% 無作為に数えると左翼の支持者が 14% なんですけど、テレビ見てる人限定でアンケート取ったから17と、ちょっと増えてねえがという推測です。ネットの反応です。台湾の次は尖閣諸島だし、沖縄も危険だし、オーストラリアも台湾に関与すべきが過半数、日米豪でいけるね。これあの日米豪だけじゃなくてイギリスも絡んできますね多分ね。これはですね、勝利の後の分け前に預かるために参加するっていう、参加するんじゃないか、イギリスが多分そうだろうという私の推測。台湾取られたら石油輸送路を封鎖されちまう。救助をなんとかしないとな。会見しなくても周辺事態安全確保法で関与することになってるぞ。そうなんか私知りませんでした。自衛隊が人民軍を防護すから欧米さんは物資の無限供給よろしく。関与すべきでないがたった 17% で、まあ、左翼涙目です。完全にあの広島に集まって関係ないことをギャーギャー言ってる左翼たちが世間から浮いてる証拠。日曜報道を見てるそうで、これだから対象をですね、無作為に抽出したらもっと下がると予想します。うちテレビねえし、日曜報道見れねえし、このアンケートに参加できねえし、私は。軍事面で関与、西側がウクライナに武器弾薬食料その他を提供しているぐらいのことを考えてるかもしれませんけれども、台湾の危機イコール日本の危機であるっていうのが浸透したのはですね、安倍総理のおかげであります。安倍総理が生前、そんなこと言っておりました。台湾の危機は日本の危機ですよ。通称周辺事態安全確保法、正式名称はですね、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律、長い、の中身がですね、国内有事のみならず周辺地域でも放置すれば日本に脅威をもたらす場合にも軍事行動を取ることは可能っていう法律ですね。そういえばですね、死にたくない、怪我したくない、財産を奪われたくないっていう行動は生物が、人間だけでなく生物が本来持ってる権利です。これ自然権って言いますけれども、自然に備わった権利、まあ人権ですね。
人類だけじゃねえけどね、殺されたくないっていうのは、犬だって猫だって牛だって馬だって豚だって殺されたくないよ、そりゃ虫だって、救助なんかよりずっと強力ですしね、まあまあそういうのを保管するこういう法律安倍総理が作っといてくれたのかな、感謝であります。興味を持った科学記事です。9000人を対象にしたミシガン大学大規模調査、孤独な期間が長いほど記憶力や認知力が低下していた。これはまあ言い方変えると、孤独は記憶力や認知能力を低下させるってことですか。女性の方が男性よりこの影響が大きかった。女性の方が孤独で記憶力低下が著しかったっていうことなんですけれども、まあなんとなくわかります。女性は男性よりハブ、仲間外れに弱いっすからね。5万人を対象にしたクイーンズランド大学とオーストラリア国立大学合同調査、孤独は所得よりもはるかに健康に影響する。まあね、健康は金で買えるっていう言葉もありますけれども、低所得でなんか体に悪いものばっかり食ってると健康に悪そうですけど、低所得で健康を害するよりも4倍程度害なんだって、孤独の方が。あとですね、孤独を感じていないって答えた人が 55%、 感じていると答えた人が 45% であった。半分弱が孤独である。孤独を感じやすい4つの属性、低所得、若者、都市生活者、極右政党支持者だそうであります。まあ、孤独と答えた人はこういう人が多かった。こういう属性、若者なんとなくわかります。年食うと別に平気になっちゃうんですよね、孤独でも。低所得、これはちょっとわかりませんけれども、お金ある人はまあまあ友達も多いんでしょうね多分。で人気もあるんでしょうね、人望っていうかね。都市生活者、田舎はほっといてくれません。近所の人がなんかうちの畑で採れたんです、白菜持ってきてくれたりですね、なんかいろいろいろ世話焼いて、あと相互監視も甚だしくて田舎はほっといてくれませんからね。都市はほっといてくれませんね。これがちょっとわかんない、極右政党支持者は孤独を感じやすい。これ頭がいいからかな、頭がいいからですかね。知能指数が高いほど人との交流に幸せを感じないっていう調査結果も出てんですよ。IQ 高いとさ、まあまあ例えばですけど上位 1% の IQ の人はよ、出会う人100人中99人は自分より IQ 低いわけじゃないですか。で、IQ 低い人と話してると幸せを感じないっていう調査結果ありました。で、賢い人の話は面白いっていうね。つまり話すなら、話聞くなら IQ 高い人の方が面白いっていう調査結果が出ておりまして、まあそれなのかもしれないです。極右政党支持者、これ英語の記事なんで極右政党って書いてありますけれども、ただの右派、右っぽい政党の支持者が頭いいっていうことを示唆してんのかなーって推測しますけど、まあなんだかわかんないですけどね。エレイン・リース、オタゴ大教授、オタゴ大、どの国かわかんないですけれども、心理学の教授、名前からすると、あれなのかな、女性かな。デブ症、引きこもりさんが孤独を和らげるには、推し活がいいよ。だそうであります。推し活、自分の好きなアニメとか漫画とか、まあまあゲームでもね、何でもいいや、それ活動、
推しに対する愛情や友情は幸福の証。推し仲間と推しについて話し合おう。これならネットでできるっしょ。特定の作品についてのサークルとか出来上がるのはまあまああることですよね。ツイッターでもフェイスブックでも、ありますよね、そういうのはね。そういうのに参加しよう、だそうです。なるほどな。それが孤独を和らげる方法であって、で孤独は健康を害する、記憶力を低下させる、認知力を低下させる、何年も何年も孤独でいるとボケが早いって聞くと、まあまあこういうこともやんなくちゃいけないのかなって思ったので、今回皆さんにご紹介いたしました。というわけで8月14日まではニコニコの方で、動画ご覧になってください。14日に今日の動画から13日の動画いっぺんにボボボってあげますんで、なんでかんでつべで見たい人はちょっと忙しいかもしれません。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。